イマジナリーフレンド？そう、その怪物くんはきっとめぐるにしか見えない友達なんだよ。でもね、ママ、俺欲しいんだ。楽しいサッカーが一緒にできる本当の友達が。いつかできるといいね。俺信じる。バチラめぐるはサッカーが大好きでした。とりわけドリブルが大好きで、これ以上楽しいことなんてめぐるは信じていました。バーン！つまんない。サッカーより楽しいことなんてないじゃん。行こうぜ。変だろこいつ。俺は変じゃない。めぐるは変じゃないよ。だよね、ママ。俺は一緒にサッカーやりたいだけだよ。えらいね、めぐるは。自分の信じたいものがあるって素敵なことだよ。大人になっていくとね、みんな信じたいのに信じられなくなる。それは自分の心の中にいる。ママもね、ずっとその声を信じてるの。そしてめぐるは怪物とサッカーをするようになりました。だってストライカーたちは怪物みたいにプレーしてる。いつかそんなんじゃ怪物には勝てない。いつの間にかみんなが見て見ぬふりをして聞こえなくなるサッカーの楽しさをめぐるは信じ続けたのです。でも、もしもこのまま誰も分かってくれなかったら。俺って変かな。おかえりめぐる、手紙来てるよ。やったじゃん、言っといでよ。楽しくなってきた？え、こいつまだ寝てやがれ。もらった。おい、ファウルだろ、ファウル。死なのはハンドだけでしょ。おい、本気でサッカーをやり合うこの場所は楽園でした。うわ、早くどけお前。タイム。でも、もしこの中にも怪物にかなう人なんていなくて。違うな。世界一になりに来てんだよ。いいね、君だよね。ルースなら一番強いやつじゃ。俺がずっと待ち焦がれた、ずっと会いたくて探してた本当の怪物。友達ならきっとそこにいた。一番強いやつ。バーン。めぐるは教えてもらった気がしました。パスを出せ、こいつが怪物だ。あれからずっと俺のサッカーを一番理解できるの、同じ楽しさを感じられるのは潔だって信じてきた。潔、やろうぜ、リン。潔与一と愛しリン、自分の心をもっと楽しくさせる怪物はどっちなのかを。